なんで回さんのかって。あったとか。いやーって思って。また10年。いや、6年だよ。DM で戻ってきて。そうか。10年間。はい、10年間。やって。やらせていただいて。最後はどういう形で終わったんですか。最後は優勝して、うん、63年優勝して、うん、で、もう若手に譲れた。誰に？監督か。島の。島のヘッドコーチ。まあまあ星野さんのそうです、ね、もう片腕だから、ね、はい、星野さんもそういうふうな考えていたのかな。はい、そうです。まあだけど、まあ可愛い後輩だし、はい、まあそういう面倒は見てくれる人じゃん、はいはいはい、でコーチやれって言われて、うん、で最初ファンもそうです、二軍の方でのコーチをやった、はい、そっから長いよね。そっから、うん、コーチ10年10年やった。ドーム元年までやらせてもらって。え、ずっとファンばっかり？いや、途中から一軍。あ、もうラスト3年は三塁コーチャーもやらせてもらったんですけど。ああ、そうか。志村さんがやれって言われて。あ、本当、はい、あ、いやもう本当にいろいろ勉強させてもらったんだ。はい、ドーム元年はひどかった。最下位なんですよ。ああ、足を大砲、山崎、中村、パウエルでしょ。走れない人ばっかりで、はい、うん、もう打つしかないよね、はい、うん、で名古屋球場みたくドンって詰まろうが、ああ入るっていう球場じゃないよね。とは、あそこは広いね、はい、うん、そこでワンアウトノーアウトランナーセカンド来て、うんうん、1・2になって、はい、全部止めるじゃないですか。僕はしょうがないよね。スタートとか、うん、打球だとか見て、うんうん、止めて、次うちの真ん中に入ってくるんですよ。3、4、5、はい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 、必ず4、6、3、6、4、3、5、4、3なんです。本当に勝てない時ってうまくいかないよね。よっしゃ、星野さん監督がカリカリだ。あー、ガンガン怒ってくるでしょ。トヨタに来るわけ。あどうやってくるの、何やってんだみたいな。なんで回さんのかって。あ、回さないのか、うん、あー、ワンヒットでね、うん、点取れないから、うん、まあ、いや監督、あんなスタートとだって打球分かるもん、ね、僕しか見てないですよね、うん、みんな打球見るから、ランナーの動きなんか見てない、うん、ベンチもお客さんも監督もライトでガーンとゴーンと打球いますから、こっち全然見てない。普通のランナーなら帰ってこれる打球だけど、うん、いやいや、トヨタはやっぱりスタートから見てるから見てて、これは無理だと、はい、それでうちの中心に入ってくるから、うん、やっぱり100% なら回しますけど、ゴブゴブじゃやっぱりストップで次に期待するじゃないですか。そうか、まあ期待持てるバッターがいたからね、後ろにね、はいはいはい、そこが大したことなかったら回すだろうけどね、はいはい、うん、そうか、はい、そういうところはもう結果なんだもんね。そうなん、野球はな、はい、結果が良かったら喜んでくれるし、はい、いくら正しくても悪かったらダメだしな、はい、うん、そういうとこですよね、はい、で、その年、うん、ドームがね、1月か12月に星野さんの監督の奥さんが亡くなって、もうバタバタしてる時でシーズン迎えちゃって、そうか、もう大変だった。余計にもうね、はい、もう精神的には参ってた時期だよね、はいはい、あ、それでクビになりまして、うん、スカウトやれと。今度スカウト、はい、本田さんが。え、本田さんって、あの本田さん、マネージャーです、ね、マネージャーの本田さんね、本マネね、本マネ、本マネ、本マネね、あ、本マネの本田さんが部長をスカウトコーチやられた、はい、今、その息子さん、あの審判でやるんですね、本田くんね、はい、はい、で、スカウトもやった、はい、スカウト10年もやらせて。え、スカウトも10年、はい、コーチ10年、スカウト10年、はい、あれ、スカウトってね、大体地域地域で大体関東県とか、はい、そうです、関西とか、関東、僕は関東、関東ですよね、はいはい、うん、慣れてるんで、うん、じゃあその10年の中でこれは取りたいなっていうのはいたわ、いた、いましたね、あの中村、あの今ソフトバンクの左バッターフォアストとか、ああ、フォアスト、はい、帝京、帝京高校、いい選手、いいセンスしてるよね、はい、ああ中村ね、はいはい、あれとか今、うん、やっぱり中村っていうのかな、うん、あのヤクルトのキャッチャー中村、中村雄平、雄平、あの外野に雄平もいたからね、はい、だから同じ名前だなと思って、中村雄平ね、はい、彼もやっぱ良かった。良かった。福井ね。はい、福井商業。商業ね、はい、あ。で、あとその10年の中で、中日の主力になった選手。主力になったのはいないですね。
本当、はい、10年間、はい、ドラ1担当したことはない。あ、それはないですね。なかった、はい、そういう大物が出なかったっていうか。10年間っていうと監督はどういう人たちの元でスカウトやってたんですか。ですね、うん、山田さんか、山田さんからかな、山田さん落合、はい、落合結構長かった、ね、8年やってた。まあ、じゃあ、うん、2人ですね、山田さんか落合。ああ、落合監督はやっぱりあの最後の最後でよくこの選手取れとかって言われることがあったとか言ってた。で、よく中田とよう喧嘩してた。中田とね。はい、ガンガン。中田部長だったのか。部長、もう。彼も同い年だ。そうそう。同い年だよね、はい。彼がスカウト部長で。はい、中田もどっちかというと、ちょっと似てるタイプだから。ガンガン飛んで。行くから、はい、多分喧嘩してたんだろうなと思うんだけど。で、結局はやっぱり監督の方針に沿ってっていう形になるわけね。はい、うん、スタッフとしては辛くなかったの、そういうのは。だから中田はそれはもう好きじゃないんで、ガンガン行くわけですよ、うん、でも そういう話来るともうできちゃったんですね、スカウトを抜きで。抜きでね、はい、だからもう落合監督も引けないわけだ。 そこは、はい、いくらやってくれって言いますもんふざけんなって給料まで来るわけ。いやね、あの契約金、契約金までもう決まってるわけだ、これだけ出すからとか。きっといやーって思ってもらうのかっていう。あ、そうか、はい、なるほどね。だからスカウトってずっと追いかけていって、そうで、やっとここで行きましょうって決めてるのを、はい、急に変えられるわけなんですね、はい、これは辛かったろうと思う。野本なんかそうですよね。野本ね、駒沢から三つ浦和 で、うんうん、で駒沢でしょ、森さんが出てきて、うん、はいはいはい、1位で行ってくれ。いや、大島が来年入りますから、あ、もう1年我慢してくださいと。同じタイプじゃないですか、野本と大島、はい、まあ、大島はで同じ駒沢なんですよ。駒沢か、ああ、そういう義理人情をかけることはできませんって言って、うん、駒沢だったらもう取れないっつって、うん、そうだよね、はい、太田監督も厳しい監督だからね、はい、うん、で野本行ってくれって、ドラ1で、ドラ1でで行ったの。行ったんじゃない、あいつ1位だと思ったからな。ああ、そう。まあでも何、10年スカウトやって、はい、まあやりがいのあることもあったわけでしょ。そうですね。どんなところが、まあ、やっぱりいろんなとこ行って、うん、だまず各大会なんか全部行きますから、甲子園、大学選手権、だからすごいみんな つながりいっぱいできますよね、はい、アマチュアの、はい、これは財産になってるんじゃないですか。財産だよね、はい、ああ、そうか。で10年、まあやった、やった、はい、でその後は、その後は館長です、初流館、はい、当時の代表がぜひやってくれ、うん、ちょっと代表誰、西脇さんか、西脇さん、その頃もその人の代表だったらよかったのにな、はい、あ、ほんと、すごい、かわいがってくれた、かわいがってくれた、あ、よかったね、そういうね、代表だとありがたいね、あ、じゃあその前が殿上さん、どれさんも長くね、そうですね、館長やる、あの西区からずーっとやってこられましたね。そうだよね、はい、それでその後、豊田がやって、はい、また10年、いや、6年で終わった。6年か、え、それはなんで、落合に、落合、あ、その前に落合が監督辞めて、うん、あ、この GM になった GM になった、あー、何でも好きにできるか、はい、そっちの方が金と人事と、全部、はい、あの白井オーナーが、白井さんがね、白井さんがすごかったからね、うん、で僕最初の館長やるときに、うん、監督、お、あの落合監督だった、はいはいはい、人が見て、うん、あいつはどこどこ行って人の噂で絶対クビにしないでくださいよと。ああ、なるほど、直接、ね、自分の目で、ね、見て、はい、クビにしてくれって言ったの、うん、噂はね、噂はやっぱりおひれはひれつくから、はい、分かった、はい、じゃあ受けますって言った。あ、なるほど。GM で戻ってきてそうか、監督は終わったけど GM になった、うん、GM、 ああ、そうか。それで結局で6年目、6年目、はい、36年の幕を閉じました。36年ドラゴンズ、ドラゴンズ一回も離れず一筋で、すごいな、うん、でもそれはそれで幸せ、素晴らしいですね、幸せだったなと思う、素晴らしい野球人生、ドラゴンズ人生だよね、はい、ああ。